さあ今日はですね、もう絵の具も並んでおりましてですね、はい、そうですね、はい、でちょっと緑と、まあ、色がかなり限定されますの で、はい、で一応こう緑を中心に持ってきています。はい、はい、で、今から下書きでこういう黒い部分からちょっとあのいわゆるグリザイユといいますか、あの影を中心にちょっと作っていきたいので、はい、影の色です。で、使う実際に使いますのは、これですね、ペインズグレー、はい、少し上に先生、はいはい、ペインズグレー、はい、ちょっと、ここには潜在色と言われる色があります。これが不思議な名前ですよね。これ不思議ですねあの、まあ、ディープグリーンとか言ってます、はい、ジャパニーズディープグリーンとか言ってます、はいはい、そういう色です。で、実際に黒はちょっと使いませんので、この2つでやりたいと思います、はい。それから青みがどうしてもちょっと強みに出たりすることがありますので、それを抑える意味から少し茶色系を少しちょっと入れたいと思います。この3つで一応作っていきたいと思います、はい、じゃあちょっと絵の具を出します。はい、準備をします。パレットはいつもの、今日は味わい牛乳、味わい牛乳さん、まあ、まあどこ飲んでもいいです味わい牛乳です、はい、ね、これあの企業の提供が来ないかなと思って期待してるんですけど、もう、はい、ぜひぜひ牛乳パックだけをね、牛乳パックだけ使っていますので、はい、いやリサイクル出せると怒られるか分かりません、はい、各種画材メーカーさんもお待ちしております、はいはい、ホルベインとターナーを使っていますさあこの3色を一応出しまして、この3色でやりたいと思います。筆です、はい、これ使います。はい、前回こんな作ったかな、はいはい、ちょっと斜めになってる方がちょっと使いやすいというのがあって、そうですね、はい、これもだからもうご自身の使いやすい筆をね、使ってくださいよということで、はいはい、太いの嫌だという人はもう普通の筆でももちろん構いません。ただ大きな意味で 色をだーっと置いていこうと思うと、なるべく大きめの筆を使うことを勧めます。そうですね、この先生のね100号クラスになってくると、そうです、これでもまだまだちっこい方で、ね、もうちょっと大きなバツ、このハケみたいなやつを使うんですけど、はい、それでガーッと塗っていかないと、あの塗るだけでしのらってもらうと全体の形が見えないので、そこはちょっとなるべく大きな筆を、はい、それではグリーザイユ画法による影付けからでございま す、はい、ではこれぐらいからちょっと塗っていきます、はい、で塗る時の濃さとかっていろいろあるんですけど、はい、あんまり気にしないでください。あのコテコテに塗る必要もあんまりないので、でこれね、あの要このライン消えてまいませんかって言わはる人おるんですけど、はい、少しこういう形でちょっと色の腰をしていただければ、はい、もうこれでもうそれで十分、はい、それはまた質問が来ますねそのパターンはそうですかちょっと残していただければもうこれで、あれどうしてもあの絵の具と水の比率を教えてくれがね、あの必ず来ますね。ああ必ず来ますね。あのびしゃびしゃでも構わないんですよ。うん、あの垂れ下がるぐらいびしゃびしゃでも別に問題はないんです。はいはい。はい、でせっかく取ったやつが気になるのであれば、それの痕跡、この辺にちょっと作ったよねっていうのが分かるような形にしておいてもらえばいいんです。はいはい。はい、でそこさえ残っていればもう十分いけますので。この立てかけてこう描く形にすると、あんまりシャバシャバだとどんどん垂れてくるんですよね。垂れてきます、垂れてきます。で垂れても構いません、別に。そういうもんですか。別に構わないです。別に困るもんでも何でもないので、垂れて嫌な感じやなと思うのは、うん、それは避けてください。でこれでもあの塗ってますけどそんなに垂れないですよね、うん、はい。どうしてもその学生時代に水彩をねやってて、その水彩画、いわゆる水彩画のこの絵の具の濃さというか、粘り系というかとちょっと違うんです。アクリルのありますあります、それはどうしても出てきますね、はい、そこの粘り系だから水彩画風に塗ってしまうとかなりびしょびしょになってしまいますよね。
あれ垂れ下がったらこれは水入れすぎやなぐらいな感じですよ。でどうしても垂れ下がってその水の方が塗りやすければ立てないで横にすればいいだけの話なんですけど、はいはい、ただ下絵を取るときにはできるだけ立ててほしい。うん、こう対峙しますので、はい、寝かすとね、あの狂うんです。あ、なるほど。狂わないことを言えば手前と向こう側とは当然違います。距離があります、ね、わずかな距離ですけど その遠近感が、ね、少し狂うんです。でそれが気になる人は結構います。あれなんか違うよなって、寝かして描いてるときはすごくいい感じやったのに、はい、立てるとあれ違うよなっていうのが結構あります。それからあの水かきますけども、当然この辺も暗い部分が多いですから、はい、そこもできるだけ塗っておいてください。滝の奥のこの岩の形がちょっと想像できるような感じですよね。そうですね。この岩が後でまたこう細かく入れていきますけど、であの綺麗に塗る必要は全然あります。むしろあのムラが出るような感じで塗っていていただく方がいいかなというふうに思います。それからこの向こう側に少しちょっと遠い目のところがありますね。はい、これ結構あの大事ですので、後から少し青っぽく感じを仕上げていきたいという。はいはい、空気遠近ということですね。そういうことですね。後でこれまた遠近法の時出てきますけど、遠近法もやるのかな。あのね、遠近法もやるの？そうですね、構造をやると必ず遠近法の必要が出てくるので、あの含めてね、はい、すいませんが透視図法と空気遠近についての解説もまたお願いします。はい、遠近法はね、私は面白いから好きやけどね、難しいという話も取れているので、こんな感じですか。はい、向こう側が少し薄あの青っぽい感じ、はい、遠くの感じがありますので、はい、今日今使うのはアッシュブルーと。アッシュブルー、はい、アッシュブルー、はい、アッシュブルーを使うか、あるいはこのよく使うのはこのライトブルー、ライトブルー、はい、どちらかを使います。ちょっとこちらの方が濁っていますけれども、ちょっと塗ってみましょう。あ、また筆洗わんとしよったって言われそうですが、これぐらいの色です。全然違和感はい、そうですね、はい、これね、何色を何パーセントって言われるんです。あ、そういえばここに入ってるいろんな色が適当に混じってくるのが面白いので、あのついついこうなるべく洗わないでってやるんですけど、でこの同じような青みがこういうそのちょっとこう黒っぽいところがきついときは、はい、少しこう青みをちょっとこう入れといてあるんです。この分はは、これ要するに空気の代わりですわ。あ、なるほど。空気感というかそこに空間の広がりが出るんですね。そうです。ベタにすると重たいんですけど、はいはい、そうしておくとそんなに重たさを感じなくて済むということになります。はは、影付けということですけど、いわゆるなんかあの、はい、漫画とかを描かれる方があのベタっていうのでベタに黒をね、はいはいはい、塗られるって、あれとはもう全然違うんですよね。全然違いますね。これも半分作ってる状態ですから、 なるべくムラ出しながらやります。で、はいはい、あのベタに綺麗に塗ってしまうとかえって扱いにくいので、そこはいわゆるそのあの人がやる影付けとはちょっと意味が違います、はいはい、これもですね、学校であのまずは隅っこをきれいに塗ってその中を塗りつぶしましょうという、はい、あのなんて言うんでしょうか塗り絵のようなんですね、あのあれを学校で教わったがためにこうそうしたくなるというか、あ、そうなんですよね、しなければならないというかね、はい、出てきますね、まあそれは、まあ、一旦忘れましょうってです。あのその方がいいと思いますね。あの、まあ、考え方そのものはだいぶ変わってきてますし、で僕らもこう絵の具は全部きれいに洗えとかっていろいろ言われたんですけど、それも今はだいぶと違ってきてますので、これぐらいの感じでちょっといきたいと思います。はい、そうですね、これが、はい、これがさあ今回も聞きましょう。さあこれぐらいでという先生のこのね、下塗りここまでですよの基準は、あの全体のこう感じが出て、でここにこうずっとこう
滝が落ちてきて、ほぼほぼこれぐらいの感じで全体の感じができるかなです、はい、これがね、あの先生があのインスタの方で、途中経過をね、はい、上げてくださってるやつでも、なんでこれがこれになるのっていうね。ああ、そうやねんな。あるある、うん、それはある。あのね、暗めにしとく方がいいんですよ、はい、暗めの方がいい。いいです、はい、いいですっていうのは、その間に明るい色乗ってくるんですけど、はい、明るい色ってやっぱりどうしてもあの僕なんかこうちまちまと描くの好きやから、はい、その隙間ができるんですよ、はいはい、隙間がこの黒いやつが埋まってなかったら、はい、この上にそうやって描いていったら全部白が残るんです。そうするとなんかザラザラの感じが見えてくる、はい、だから下の方にいっぱい塗ってるのが大事で、ええ、だから今のところこれちょっと残ってますけど、こんなん残さんともう全部塗ってまいりますよ。でも構わないんです、それでも、うんうんうん、それでも構いません。で薄くしておくと、あとちょっと、うん、下にこうやって引いておくと、あと塗りやすいってことです。はい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 、うん、でこれが第一番目でしょ、はい、でこれで一旦、まあ、あの全部塗れるわねっていうことになりますね、はい、でここのところもっと塗っても構わないですけど、これはもうどこまで塗るかっていうのはもう本人次第です、うんうん、この辺も濃いから、この辺もこれぐらい濃くしてしまう。なるほど。ここだけがぼーっと明るい感じになって、はい、あのこんな感じでだいたい仕上がるんやなっていうことは分かります、はい、まあ、ある程度はこう色を重ねていくということ前提で。前提です、はい、これ大前提です、うん、はい。これでもやっぱりアクリルだからこそのところがあるんですか？ありますね。で本当はまあ油でもこうやっていくと、これこの段階でもう多分 2,3 日置いとかんだかんので、はいはいはい、乾かへんから。ああそうですね、うん、でアクリルはもうこのままでどんどん塗り込んでいきますけれどその分はアクリルの方は自由に動かせるかなっていう気がします。はい、一応こう濃い色はここら辺まで。さあ皆さん、これが下書き完成の図でございます、はい、いかがでしたか？楽しんでいただけましたか？チャンネル登録、グッドボタン、よろしくお願いします。